うちの母ちゃんは企画みたいな感じで乗り移られたりするようなタイプなんだから僕の家系が母ちゃんで、まあ、僕が受け継いでるんですけどよくちらちら見るんですよ。犬の散歩をしてても戦時中の女の子が靴紐を結んでたりちらちら見えるんですよね。僕出身長崎で、まあ、いろいろありますよね。戦争も原爆もいろいろあるじゃないですか。平和記念像とかの夜とかに行くともうすっごいいっぱいそういうのが見えるんですよ。で、この間、高架と長崎に車で帰ると雨がバンバン降ってて車で僕は帰ったんですよ。そしたら横断歩道がたまたまある峠があって夜中2時ぐらいの完全に人絶対いないような峠だったので、そこの横断歩道のところに傘も差さずに女の人が立ってて、うわこれまた見ちゃったと思って中央横断歩道女性が立ってるから止まってあげなきゃと思って止まったの。それで渡らないからうわどうしようと思って、この女性がこの峠で何か事故でもあったのかなって頭の中で考えながらアクセルを踏んで進もうとしたら、その女の人の横を通る瞬間にそうなんですよって耳元で聞こえて、あやっぱりそうだったんだっていう、これリアルに僕が体験してる話なんで、その後ずっと峠で運転してたんですか。峠を運転してこうやって長崎まで帰りましたけど、そういうこといっぱいあるんですよ。だからうちの母ちゃんとかはうちのじいちゃんが自分に乗り移ってじいちゃんみたいな口調でいろいろ僕たちにいろんなメッセージをくれたりして、で一度びっくりしたのがうちの権利書がなくなったってうちの母ちゃんが半年ぐらいずっと、まあ、うちのじいちゃんの家が屋敷みたいな家だったからいろんなところに引き出しがあったり物がすぐなくなるんですよ。そしたらじいちゃんがうちの母ちゃんの体に乗り移ってあそこの2階の一番奥の引き出しのところって言ったら、えってなって俺が探しに行ったら本当にあるね。的ですって本当にあるんだなって俺目の前で見てるから、うちの母ちゃん劇団員でも何でもないんで、だからそれはリアルに経験してます。 YouTube の島田秀平君のお階段巡りっていうあそこの目黒のホリプロでね撮影してるんですよ。で阿部ちゃんにもゲストに来てもらってホリプロさんのお笑いのバナナマンさんとかがライブのリハーサルやったりするような傾向なんで、でそこもちらちら僕も見たり耳元でなんかこう支えたりっていうのはよくあるんですよ。だからその稽古場の撮影所の入り口のところにずっと30代の女性の人がずっと立ってたりする。そういうところって結構多いって聞きません？芸能事務所とか多くて、だから阿部ちゃんが階段巡りでテンション高くトークやってる時もそこに女性いましたね。軽く喋ってるなぁと思って、配信中に映っちゃったやつあったじゃないですか。で、あれを見せた時に中瀬さんがちょっと肩痛いって言って、そしたら5日目のうちの1回目がずっと周平さんのここにフォーカス当たってる、顔認証マークが入っていて、やだよ、あそこ出たくねえよ、怖えよ。こういう場所でみんなが集まって明るく話してくれる人がいたらもっと楽しそうな場所なと言って思って寄ってくるらしい。早くやったな俺もう超怖いんだけどというわけでトップバッター任せていただきますけど本当にありがとうございます。